どうも、こんにちは。ザワチャンネルです。いやー、まあね、いつまでのね、ホコリンディスタンスの余韻にね、浸ってるわけにはいきませんので、もうここから気持ちを切り替えまして、しっかりと陸上情報、トラックレースの情報をね、お伝えしようと思っております。まあ今日お伝えするのは、やはり、世界陸上も当然あるんですけれども、その前に、日本の山形が熱く盛り上がるというところで、高校総体インターハイのですね、山形大会、こちらの 3000m 障害をですね、今日はしっかりとフィーチャーしていってみたいなと思っております。まあ各組ね、やはり、有力選手が軒並みエントリーしておりまして、まあなかなか面白くなってくるんじゃないかなというね、組み分けにはなったんですけれども、まあなんといってもこちら、16人17人エントリーしている中での上位3着が決勝へ進出と、でタイムで、プラス4人なんで、こちらもね、狭き門なんじゃないかなというところでですね、まあ熾烈、そして過酷なね、レース展開になることはまあ必死なんですけれども、中でもやはり僕が注目するのは、あの男がエントリーしている予選2組目、そうです、ヒレモンキプラガット。まあ本当ね、今季も 3000m 障害敵なしというところで、本当にもう世界陸上の参加標準記録を、4回出してる選手ですからね。まあしかも先日のホクレンディスタンス網走大会 3000m 障害、バケモンだなと改めて思いましたね。まあツイッターの方の情報では、アンダー15のもう世界記録に迫る、タイムだったというところで、まあこれだけのね、パフォーマンスを見せられるとですね、まあ、日本人選手ちょっと、まあこのフィレモンキプラガット選手に勝つのは厳しいかなとは思うんですけれども、この2組目ですね、他にも、有力選手が、続々エントリー、まあ、中でもね、やはり昨年のインターハイ、決勝まで行きまして5位に入賞しました西方大樹選手。こちらもですね、しっかりとタイム上げてきてますんで、まあ、昨年もね、東海大会6位だったんですけれども、今回は東海チャンピオンとしてこの全国大会に殴り込み、タイムですね、しっかり今季 PB を出しておりますので、西方選手にも頑張ってもらいたいなと、そして次に上げたいのは、北信越からやってきました猪本大和選手。こちらね、猪本選手も1500もエントリー、5000m もエントリー、そしてね、3000m 障害もエントリーと、本当マルチプレイヤーではないんですけれども、まあ、今回はね、3000m 障害だけの、インターハイとなってしまったんですけれども、こちらもね、タイム上げてきてますんで、先日のね、世田谷記録会 5000m なんですけれども、しっかり組トップでゴール、そしてタイムもですよ、14分30切りまして、20秒台突入と今乗ってますんで、こちらね、まあ、富山崎に、蜃気楼旋風、蜃気楼に、ね、追いついては逃げていく、追いついては逃げていく、こういったね、レーススタイルでですね、しっかりと榎本選手にも頑張ってもらいたいなと思っております。そして、まあ、3000m 障害での実績はまだないんですけれども、やはりね、春の伊那駅伝1区で好走を見せました長谷川潤選手。こちらにもですね、本当注目したいなと。いや、まあ、タイムもですね、悪くないんですよ、3000m 障害ね。今季ガンガン上がってきてますので、そして、伊那駅伝での1区での好走、なんだかんだ言って、まあ、最初からね、先頭グループにはくっついていっていたんですけれども、まあ、終盤垂れるかなと思ったんですよ。でも、しっかりと切り替えて、終わってみれば区間4位と。構想を見せてますんで、こちら長谷川選手のね、まあ、ダークホース的な感じで、ね、ちょっと活躍してもらいたいなと思っております。いや、本当ね、こう見てもですね、こちらエントリー見ても各組強豪がね、もう出揃っております。やはり日本人トップ10の山本嵐選手、そしてね、永山勇輝選手。永山選手はね、北関東大会のチャンピオン、まあ、しかも実力者の瞳選手、そして加藤選手を抑えての優勝というところで、こちらもね、期待が集まるなと。で、同じその永山選手と同じ組に、まあ、今回ね、まあ、伊那駅伝ではザワチャンネル MVP を勝手に決めてしまいました三島壮太選手。こちらの選手もエントリーしてますんで、本当ね、今季ね、ちょっとね、三島壮太選手にめちゃくちゃ注目してるんですね、僕はね。本当この 3000m 障害、またいい結果を残すことによって、また自分の中でね、気持ちの変化といいますか、いいね、風になってくれるんじゃないかなと
というところで、まあ確かにね、佐久長聖高校そう熱いですけれども、三島選手はこれに加わってくることになればですね、ますますですね、佐久長聖高校層が熱くなってくるんじゃないかなと思っております。いや本当にね、佐久長聖高校今年ね、本当最強説がねもう中年しやかにささやかれていますけれども、まあ山本新キャプテン、まあこちらもね8分台ね突入しておりますんでね、いやーこれは見ものですね。まあちょっとね、まあルカムセンビ選手、そしてね、フィレモンキプレガト選手とはちょっとタイプ的にはね差があるかもしれませんけれども、やはり何が起こるか分かりませんので、3000メートル障害もしっかり日本人選手に頑張ってもらいましてですね、山形の地で大和魂を見せつけていただきたいなと思っております。日本男児の生き様見せちゃやーというところで、ザワチャンネルでした。